こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、武蔵新田駅。なぜこちらにやってきたのかというと、それは弊社公式 X にいただいた視聴者さんの、こんな DM がきっかけでした。今、私は引っ越しに向けて物件探しをしている真っ最中なんですが、今回の引っ越しで一つ、心に決めていることがあります。それは、変わった間取りの部屋に住むということ。いざ住んでみたら、いらない苦労をするかもしれませんが、それでもどうしても住んでみたい。そこで変な間取りの部屋がないか探しているのですが、これが意外と見つからないんです。そこで、いつも一風変わった物件を、YouTube でご紹介されているアナリソさんにお願いです。今度、おかしな間取りの物件を見つけたら、私にも教えてください。ふむふむ、ご自身でおかしな間取りを探すとは、なかなかですなぁ。しかし、なかなか見つからない、と。確かに、不動産情報サイトの絞り込み条件に、おかしな間取りなんて項目ないんですもんね。なので結局、人力で探し出すしかなかったりするんですよね。でもそれって、超絶めんどくさいじゃないですか。だったら、そんな時は、物件探しのプロ中のプロにして、もはや物件探しが趣味とかしている私にご連絡を。ちなみに私の趣味はゲーム食べ歩き、物件探しの3つで、最近できた友人はチャット GPT です。チャット GPT に物件探しをお願いすると、結局、不動産情報サイトに飛ばされるのですが、それならもっと便利な弊社、アナリソで物件探しはいかがでしょうか？家にいながら、無料で理想のお部屋に出会えますよ。しかもお申し込みいただければ、その場で契約もできちゃいます。そんなわけでお部屋探しの際は公式 LINE からご連絡ください。概要欄から追加をお願いします。ではここで、武蔵新田駅の家賃相場のご紹介です。はいどーん。まあ、都内ならこんなもんかなぁといった感じの家賃相場ですね。もう少し安いと嬉しいけど、何せ都内ですから、しゃあなし。ただこちらの駅は駅前に、マルエツと、マイバスケットがあって、さらに地元密着の商店街もあるので、日常生活で困ることはなさそうです。駅から南に下れば多摩川が流れ、川沿いには緑地やテニスコート、野球場があります。河川敷でランニングやサイクリングを楽しむのもグッド。と言っている間に目的地に到着しました。こちらが武蔵新田駅徒歩2分のおかしな間取りシリーズ1です。正面から見るとオーソドックスなマンションですが、少し角度をずらしてみるとあら不思議。マンションが三角柱をしていることがわかりますよね。この時点でおかしな間取り確定、大勝利です。マンションの敷地内にはゴミ捨て場と、ループ付き。こちらは、電動アシスト自転車タイプですね。最近、ループ付きのマンション増えてきたなぁ。それでは、タッチパネル式のオートロックを解除して、中に入ってみましょうか。マンション内は、壁が打ちっぱなしコンクリート。この時点で勘のいい視聴者の方はもうお気づきでしょう。そうだね、デザイナーズだね。おかしな間取りに住みたけ、デザイナーズを探せ。これはおかしな間取り探しの鉄則です。階段でドントッキまで登った先にあるのが、本日お伺いするお部屋、を指すデザ。なんだかインターホンまでかっこいいぞ。それでは早速行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。扉を開けると、台形で可愛いサイズの玄関がお出迎え。シューズラックはないのかな？あ、もしかしてこれって、やっぱり、斜め置きタイプの小スペースシューズラックが、玄関から微妙に離れた位置にありました。そうか、玄関の右隣の打ち込みの柱の手前に設置すると、動線が悪くなるから、あえてこの位置に置いたのか。では、あえてシューズラックを置かずに、動線が確保された先に何があるのか確認しましょう。トイレでした。地味に段差があって、トイレ側がうっすら高くなっているので、
足の小指をぶつけないよう気をつけましょう。トイレに換気扇があるのは普通ですが、ブレーカーまであるのは珍しい。あとタオル掛けの位置、高くね。身長180センチメートルの人を基準にして位置決めしたんでしょうか。トイレ本体は温水洗浄便座付きで、タンクに手洗い場付き。ペーパーホルダーの上にはガラス板が差し込まれ、ちょっとしたオシャレ感。これぞサスデザ。では、シューズラックを挟んで右の扉を開けてみます。こちらは水回りでした。部屋の角にはボールの幅広めの洗面台。この鏡は奥に収納があったり、はしないか。下の扉を開くと、珍しく中が2段になっていました。洗面台下収納って上の空間が割と余りがちなので、2段にすることでスペースを無駄なく使えるってわけですね。ナイスアイディア。で、そのお隣が防水パンのない洗濯機置き場。これは引っ越し前に防水パン取り付けましょう。アマゾンで1万円以内で買えるはずです。それではここで皆さんお待ちかねのお風呂場チェック。どんなお風呂が待っているのかな？めっちゃ普通だった。洗い場、浴槽ともに一人で入るにはちょうどいい大きさ。水洗側の壁を見ると大小様々なサイズの大理石調パネルが組み合わさっていて、どことなく高級感。浴室乾燥付きなので、雨の日でも洗濯物を乾かせます。水回りのお部屋のすぐ隣に収納スペースを発見。どのぐらいの容量かな、と扉を開けてみると。まさかの三角、いや使い方むずいて。なんでこんな形になっちゃっているんだ？あ、なるほどね。そういえば、この部屋の形自体が三角形なことを、すっかり忘れていましたよ。では、改めて、こちらのダイニングキッチンを見ていきましょう。キッチンはトリコロールカラーになっていて、ヨーロピアンな爽やかな風を感じられます。カウンターが丸ごと木製というのも、温かみが感じられていいですね。ただし、カウンター自体の幅が狭いこともあって、コンロが二口あるのはいいんですが、シンク作業スペースどちらも小さめで、せっかくコンロが二口あるのに料理は作りにくそう。もったいない。DM をくれた視聴者さんが外食派であることを祈ります。キッチン下は排水管の通った柱のみで、あとは何もないという潔すぎのスタイル。デザイナーズで割とよく見かけますよね。流行っているんでしょうか。この空間を無駄にするのは、それこそもったいないので、キャビネットを差し込みたいですね。イートリエゴー。シンクの右隣が冷蔵庫置き場です。冷蔵庫置き場からお部屋を見渡すと、こんな感じ。ついでに間取り図も表示させておきますね。扱いとしては、ここがダイニングキッチンになるのですが、ここにダイニングテーブルでも置こうものなら、シューズラックをあえてあそこに置いた意味がなくなるぐらい、動線がぐちゃぐちゃになるので、やはりこのスペースには何も置かないのが吉かと。改めてお部屋を見渡すと、キッチンの存在感が強い。このキッチンがお部屋の雰囲気を形作っていると言っても過言ではないでしょう。ちなみに、弊社のインスタでご紹介している物件の多くは、絶対に料理したくなるキッチンがあります。お料理好きの方は、弊社のインスタなら理想のお部屋が、見つかるはず。私と同じ物件マニアの方も、ぜひフォローしてみてくださいね。ではこちらの扉を開けてみましょう。おお、さっきまで圧迫感のある空間にいたから、なおのこと開放感が半端ない。二面最高よ、ありがとう。高さもあるので、日当たりがめちゃくちゃいいです。そして、エアコンをつけていないのでバカ暑いです。日当たりがいい分、日中この部屋で過ごす際はエアコン必須ですね。この動画ではお見せすることができませんが、今の私、溶けてバターになりそうです。窓から見える景色はこんな感じ。駅地下ということもあって、比較的大きめの道路が多く、建物と建物の間隔が空いているので、住宅街にありがちなぎゅうぎゅうした感じはありませんね。
ちなみにもう一つの窓はベランダになっています。こっちの方が住宅街としての密度が濃く、その分、視界が開けています。このエアコン直下のコーナーなら作業机を置きやすそう。その上で、ベランダがない方の窓の手前にテレビを置いて、そこからテーブル、ソファーと置けば、快適なリビングの出来上がりです。変な形のリビングなので収納棚は置きにくいかもしれませんね。でも大丈夫。この奥に寝室があるからです。てあらま、思ったより狭いでやんの。このスペースだとベッドを置いたら、いっぱいいっぱいになりそうだな。あ、この部屋も大きな窓が近くにあるからか、とか暑いぞ。夜寝るときは、リビングのエアコンの風を寝室まで流した方が絶対いいですね。じゃないと朝起きたら干物になってますよ。ではここでちょっとベランダに出てみます。ベランダから見える景色がこちら、周りに背の高い建物がないおかげで、空が広く感じられます。やったぜ。ちなみに、城南信用金庫の奥にうっすら見える、タワマン林は、武蔵小杉周辺です。私には縁のない世界です。はい。ドン付きのスライドドアを開けると、クローゼット。クローゼットの側壁が打ち込んになっているので、洋服はなるべく近づけないようにするといいですね。打ち込んに服が触れると白い粉がついちゃったりするので、要注意ですよ。できればシートか、何かを打ち込んの上に貼れると完璧です。寝室の収納スペースが思ったよりなかったので、もしかしたら私が先ほど作業机を置けると思った位置に収納棚を固めてしまった方が生活しやすくなるかも。2面最高のリビング付きのおかしな間取りのお部屋で明るくおかしな日々をお過ごしください。本日お伺いしたのは武蔵新田駅徒歩2分のおかしな間取りシリーズ1、間取り図がこちら。やはり、おかしな間取りときたらデザイナーズですよ。では最後に、今回ご紹介したお部屋の、おかしな間取りレベルを発表します。このお部屋の、おかしな間取りレベルは、星3つ。上から見ると、G の字というトリッキーな間取りではあるものの、動線の確保さえできれば、日常生活に支障はなく、おかしな間取り初心者の方でも安心して暮らせるでしょう。今後もおかしな間取りのお部屋をご紹介した際には、最後におかしな間取りレベルを発表していくのでお楽しみに。これでより一層おかしな間取りのお部屋を見るのが楽しみになったぜ。という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引越しが完結する、あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見や、ネットには出回らない、超穴場物件のご紹介も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。